ここからは上白石さんには実際に書店員のお仕事に挑戦していただきます、はい、さあ本日はここ八重洲ブックセンター本店で実際に働かれている針ヶ谷さんにご協力いただきまして、上白石さんには本のポップ作成にチャレンジいただきます。これからね、上白石さんにはポップを作成していただくんですが、何かこう気をつけたらいいこととかっていうのはありますか？はい、文言などはやはりいろんな方が目にされるので、強い言葉とか攻撃的な言葉ですとか、あと押しつけがましい表現とかは避けるようにはしていますね。で、本と一緒に並ぶんですけども、目を引く、思わず手に取ってしまうというようなものにしたいので、目立つ色使いですとか、パッと目を引くちょっとしたイラストとかを入れたりして普段は作っておりますね。なんかグーンと今ハードルが上がったような気がするんですが早速上白石さんにポップ制作していただきましょう。色を使ったものとか、イラストを描かれたものが多いですか？ですね、私はもう本の雰囲気に合わせて作るようにはしてます。絵本とかですとやはりお子様ですとか、そのお母様、おじい様、おばあ様なども見られるんですけど、そういったものはちょっとイラストを入れたりとか、あと、ビジネス書に近いものというか、ちょっと固めの内容ですと、その固くいったりというか、はい、そういう本の雰囲気は意識して作ってますね、はい、では頑張っていただきましょう。はい、お願いいたします。はい、やっぱりこう自分が書いたポップでね、手を止めてくださる方がいれば嬉しいなという感じがするかと思いますので、その気持ちをぜひ上白石さんにも味わっていただきましょう。いきました。ありがとうございます。完成いたしました。では皆様にお披露目していただきましょう。あ、ちょっと斜めちゃった。お願いします。10冊と色でいきますありがとうございます。ではちょっとここをフォトチャンスのお時間とさせていただきますので、はい、では中央の方に移動させていただきましょうわ、本当に簡潔に考えられたなっていう感じがするんですが、5、はい、はい、じゃあちょっと手を添えるような形で、あ、なんかこうしたらこう斜めの、あ、いい感じになりましたさあでは書いていただいた言葉もう一度読み上げていただいていいですか？10冊と色です。はい、もうこれそのものだなっていう感じがしますがこれには、はい、それぞれにそれぞれの色があって、でここの10冊だけではなくて本の数だけ本の色があるなと思って、我ながらいい感じです本当ですよね、はい、こう自画自賛という感じがしますけれども本当にこう店舗にこう飾られるということでこう足を止めてくださる方がいると嬉しいですね。後でちょっとだけ手直しをしますかしこまりました。さあ針ヶ谷さんから見てどうですか？本当に様々なジャンルの本を選んでくださったんですけど、それを簡潔に一言で表されていて、この短時間で思いついたのはすごくやはりセンスを感じますねこちら、はい、飾らせていただけるということでとても光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。書店員としてのアドバイスもいただきました。針ヶ谷さん、ありがとうございました。ありがとうございます。どうぞご講談ください。ありがとうございます。ありがとうございました。さあでは書籍の移動をお願いいたします。上白石さん、本日のポップ作成など書店員体験を通じて感じていただいた本屋さん側からの視点も加えていただきつつ、上白石さんが思う本屋さんの魅力とは教えていただけますか？やっぱり人が作っている空間なんだなというのをすごく今日感じました。書店員さんたちが読んでほしい本とか、その人に会うだろうなと思った本とか、そういう本と人を人がつないでくれる本当に温かい場所だなと思いました。その本もやっぱり人が書いているものですし、人が編んでいるものですし、なんかそういう人がたくさん集まった賑やかで楽しくて静かで温かい場所だなと思って、
より愛が深まった時間でした。ありがとうございます。